内閣改造しても過去最低という結果に、まあそれにしても、ですね今日は、えー、文科省がですかね、えー、まあ岸田内閣として、ですねやっぱりその旧統一教会に解散命令請求というのをですね、ね、まあ、明日にでも行われる見通しであると、まあ、いうことで、まあこれ、マスコミがね、まあ、あの解散、えー、命令請求を出すと。 いうことをまあ,あの一斉に、まあ、報じててね、うん、まあこれは僕はねま良、あ、かったなとは思うんですけども、ただ遅すぎるっていうね、この安倍さんがまあ、銃撃されてお亡くなりになって、まあ、そこから1年ぐらい経つわけですよねで、銃撃直後に安倍さんと旧統一教会の問題というのが、ですねあのまあ、容疑者 ただ、がまあがすごく統一教会の,あの親を持ってたということで、すごく悲惨な目に遭っていたと、まあ、いうことで、まあ、そこからわーっと批判があった中で、まあ、のいつ解散命令を出すんだみたいなことが、まあ、言われてたんですけども、まあ、ここから1年かかっていると。 まあいうことでね、まあ、僕はまあ評価、まあ、もちろん評価してもいいと思うんですけども、もただ遅すぎるなっていうのが、まあ、僕的には個人的には思いますし、まあ、それがね、まあ、どういうふうに今後評価されるのかなっていうのは気になるんですけども、もまあ、出したことは良かったと、ただでも、やっぱりこの文科大臣だってね、ね統一教会の、えー、なんか会合なんかに出たとかっていう報道もされたり。 とかっていうのもあったと思うんですけども、ほんまにあの今も自民党と統一協会の関係っていうのが、あのきちんと精算されてんのかっていうとやっぱりね。まあ、そこへの疑問っていうのもすごくあると思うんですよね。うんだからそういう意味ではね。僕は。 本当に評価されるのかなっていうすごく疑問っていうのは、あの、拭えないなと。まあ、今度はね、15日、10月15日から所沢市長選とか埼玉で行われるんですけども、 ああのま埼玉もね、あの条例案がいろいろ問題になったりとかし,しましたけど、所沢商船の今の市長だって、ですね統一教会の関係のあるイベントと知りながら参加してたっていうね、これ、東京新聞にも出てるんですけども、まあ、そういうのがですね、ほんで、またこの事効がね、押すのかっていうね、現職の方をねん、いや、僕はそこはね、やっぱ疑問だなっていうふうには、なんかもうずっと、 やっぱりそういうのがあの拭えないなっていうのがあるかなと思うんですよね。で、まあ、これ、岸田内閣の評価っていうのが今どうなっているのかっていうと、まあ、今日はですね、時事通信の世論調査っていうのが出てて、まあ、これによるとですね、えー、岸田内閣の支持率は26.3%で過去最低になっていると。 不支持も46.3%ということで、まあ、20ポイント以上不支持の方がですね、まあ、上回っていると、ね、この g 通信によると、その内閣支持が26.3%、この2割台というのがですね3ヶ月連続続いているということでね、まあこれ、いくらね、その統一協会の解散命令を、まあ、命令請求で出したところでですね、 まあこれ、なかなか不支持がこう一挙にね、支持に回るっていうこともまあないだろうなっていうようなまあ数字かなっていうふうにまあ思うんですよね。でまあ、自民党の支持率も2.5ポイント下がっているというのが、あの、時事通信にも出ててですね、まああとは、あの、年内解散するんちゃうかとかね、まあ今日の,あの統一教会の解散命令にも関連するんですけども、まあこれを出して、あの、解散するんちゃうかみたいなのがささやかれてる。 解散煽ってるというか、ねあの、岸田内閣の,あの森山さんとかね、まあ、あるかなと思うんですけど、でもこれで、ね、本当に解散できるのかなというね、年内解散にしてもです、ね、過半数が否定的であると。 えー、2025年の任期満了まで解散すべきではないが27.4%と、えー、24年以降、任期満了より前に解散すべきだの25.4%、えー、と合わせて、年内の解散を望まない意見が半数を超えたとまあいうことで、まあ、51.4%が、あのー、なんていうんですかね、 ね解散を望まないと、年内の解散を望まないというのが半数を超えたとまあ、いうことでね、だからやっぱりもう、まあ、スケジュール的にも無理っていうのが、まあの共同通信でも指摘されてましたし、まあ、僕は難しいんちゃうのかなっていうのはまあ、思うんですけどもね、やるやるかもやるかも言うて結局やらないっていうのは、今年のね、5月、6月の 岸田さんの,あの解散匂わせ発言からね、あの一転して、ですねいや、解散しませんとまあ、いうことをねまあ言ったりとかして、まあ、それと同じことが繰り返されてるのかなって思いましたけども、まあでもこれ、地味にっていうかね、岸田内閣にとっても、解散を匂わせるっていうのが、あんまりメリットないんちゃうのかなっていうのが、改めてね、まあ、出てる数字と言えるんじゃないのかなっていうのも思いましたけどもね。うーん まあやっぱりまあ,あのなんていうんですかね、やっぱりくないっていうかね、やっぱ統一教会の解散命令っていうのは、僕はこれは評価されると思うんですけども。あの NHK でもね、あの直近の NHK 世論調査でも、評価の方が5割以上超えてたんじゃなかったですかね、ちょっと忘れましたけども、まあ、それは評価されるっていうのはあると思うんですけど、だからといって岸田内閣の評価がです、ね、上がるかっていうと、いや、全くそこはないと、NHK 世論調査でもですね、えー、その統一教会の解散に ついてのなんか評価も聞いてたんですけども、も内閣支持自体は上がってないと、うん変わらずというのが出ててね、でやっぱそのこれ,これだってこう、先月、9月の半ばにです、ね、内閣改造したばっかりなんですよね、でそこにあの大渕優子さんを、ね、あのセンター委員長、選挙対策委員長のトップに持ってきたりとかして、あの それも評価っていうのは全く上がってない、上がってないどころか下がってるっていうのが、まあ、今回の g 2信の、ね、世論調査の結果でも言えるのかなと思うんですけどやっぱりあのこうやってることがね、やっぱりちぐはぐやなっていう感じしかしないなという気はしますね。う まあこれがね、あの今、えー、行われてる、えー、参院徳島・高知の補欠選挙、あるいはです、ね、衆院長崎4区の補欠選挙にもです、ね、僕は、まあ、影響しても全くおかしくないんちゃうのかなと、まあ、ただでさえ情勢的にです、ね、参院徳島・高知補欠選挙ではです、ね、えー、野党系の、ね、広田一さんですね広田さんの方がまが、あ、リードしていると、まあ、いうのが、これ、地元のね、徳島新聞とかにも出てたりとかして、 し,てるんでね、しかも徳島と高知ではですね、えー、内閣支持率は18%とまあ、そういう結果も出てるんですよね、そこでねあのー、自公が推している候補が勝つっていうのはなかなか難しいんちゃうのかなと。 まあ,あと衆院長崎4区の補選でも、ですね、まあ、あの自民党の方が今のところ、あの少しリードというかね、まあ、僅差ではある、横一線だというふうには伝えられてるんですけ、まああのなかなかね、あの楽勝ではない選挙なんじゃないのかなと。 野党系は末次さんでしたっけね、あのちょっと名前、えー、きちんと覚えてます、末次さんだと思うんですけど、まあ、この方も本当に接戦になってるっていうのはあるんですけども、まあ、あの野党系、 野党側からすればす、ね、あと1万票ほど足らないんだということで、今、必死になっていると、うんまあ、これがね、まだ日にちありますから、どこまで、あのー、頑張ってね、差を縮めて追い抜けるかというところだと思うんですけども、まあ、これ、衆参二本線でも、えー、あんまりいい与党にとってはあんまりいい情勢ではないと、まあ、いうことは言えるのかなってい思いましたけどもね。うん まあ、あとはね、僕は気になったのは、やっぱその NHK の世論調査でですね、立憲民主党が維新をですね、まあ、僅差ではあるんですけども、久々に抜いたっていうね、まあ、というのもこれ、おとつい、えー、 話しましたけれども、まあ、時事通信では、ですね今のところ、えー、まだかろうじてです、ね、維新が立憲民主を抜いていると0.8ポイントのほどの差で、えー、立憲民主が3.1に対して、維新が3.9と。まあ、まだ維新がかろうじてあの 立憲民主を上回っているのは出てるんですけれども、ただ維新もですね今までこう4%台で続いてたのが、今回は3.9%と、先月から0.4ポイントほど落としてるっていうね、でまあ、立憲民主はかあの先月3.0から今回3.1に、まあ、わずかではあるんです0.1ポイントで。 でではあるるんですけども増やしてていいとうのも出てるとうだからまあ同じ3%台に今なっているということで、まあ、これは維新がやっぱ下落しているというのがまあ大きいかなというね、まあ、やっぱり鈴木室さんの問題とか、まあ、万博の問題とかねが僕は影響してきているんちゃうのかなと、うんでこれはもう維新もやっぱ厳しいのかなというふうにまあ僕なんか思いましたし。 まあやっぱり維新はね、まあ鈴木無男さんとか万博に加えて、やっぱ不祥事が多いと、き、まあ、今日なんかでもね、あの元、えー、維新やった尼崎市議の方が書類送検されたとかっていうね、まあ、ニュースとかも出てたりとかして、まあ、こんだけね、不祥事が続いたら、もっと下がってもおかしくないんちゃうのかなっていうのは思うんですけどもね。う まあやっぱり大阪、まあ、近畿で限定的にまだ支持があるのかなっていうのは思うんですけどもね、えー、まあこれがまあどうなるかね、うんまあ、あとまあ気になったのが共産党がです、ね、これ、時事通信の世論調査では、わりかしこう低めに出てるっていう感じなんですけど、あの共産党はね、あのでも共産党の支持率が先月0.9。 0.9%だったのが、まあ、いきなり1.7%に、まあ、ほぼ倍増してるっていうね、まあ、ここもすごく、あの、個人的には気になりましたね。何があったのかなっていうね。まあまあ、万博反対しますとかっていうね、辰巳高太郎さんが記者会見やったりとかっていうのありましたけども、まあ、なんかわかりませんけども、あのー、 ま、共産党もね、まあ、頑張ったらいいんちゃうのかなと、あの、原因はよくわかりませんけども、まあ、ほぼ倍増してるっていうね。まあ、令和新選組をですね、あの、8月から10月にかけてずっと1.1%で推移してると。まあ、今回も1.1%ということで、まあ、この令和もうけん、なんやかんやで堅調やなっていうね、NHK では、えー、一気に0.6ポイント下がって0.3%でしたっけね、なんかそういうの出てましたけども、 まあ G、通信というのはこの対面での調査なので、直接の聞き取りで、えー、令和が1.1というのは、ですね、まあ、これ結構大きいんちゃうのかなと、対面調査の方が信頼性が高いというのもあるんですよね、というのも言われてるんでね、んだから、まあ、あのーまあ、そんな、ね、NHK でね、あの令和が下がったとっっいうあの声もツイッターで見ましたけども、もあんまり関係ないんちゃうのかなと。 というのも思いましたけどもね、まあ、維新が下がっていると、ね、岸田内閣の支持率も内閣改造したのにえ下がったえ3ヶ月連続で2割台というのは、こっちの方がよっぽど深刻かなというふうに、まあ、思いましたけどね、まあ、統一教会の解散命令請求でも評価されるとは思うんですけども、も内閣支持にはあんまり関係ないんちゃうのかなというふうには思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。